Ashanti. Hi, I'm back. Welcome back. Back. Hi, I'm Kento. I'm makeup artist based in New York.今日はね、サソリのメイクをしていきたいと思います。なんでかっていうと、僕もサソリ座なんですけど、今日のお題はね、ちょっとリサちゃんが見つけてきたんですけど、めちゃくちゃ難しそうで、ちょっとビビってます。Okay, so I'm gonna do Scorpio makeup because I'm Scorpio. Are you guys excited? Yes. Okay, let's do it. Okay, so we got the cute model for Jordan today. Thank you for coming. Hey, thank you for having me. I'm so excited to be here. See, usually help our runway.First season and second season, right? Yep. So thank you very much for coming back. Yep, I'm so、course. Excited to like meet you. So today, I'm gonna do Scorpio makeup. So excited. I'm excited. What is your horoscope? I am a Cancer, but I love Scorpio. So we have same element. Cancer is like、yep. Cancer, right? So we Cancer. So we have same element. Yeah, we're both water、yeah. signs.That's why you're wearing blue today? Yep. Okay. So, I'm gonna do Scorpio makeup today. Are you excited? So excited. Okay, let's do it. Okay, so I'm gonna paint blue on your eyes. Hold on. Let's do it. Okay, ちょっとこうライトブルー使いたいんですけど、なんでかっていうと、サソリ座ってね、水のエレメントらしいんですよ。初めて知りました。僕も最近知りました。アメリカではね、こう星座っていうのがすごい、なんていうの、性格を表すあれ、なんていうの、血液型のあれみたいな感じなんですよ。日本ではそうですよね、血液型は重要視されてますけど、うん、そうで、アメリカではそういう星座のサソリ座スコーピオンっていうのは結構あれですよね、うん、天才系というかこだわりが強いというか、そういう印象気づきました。アーティストさんに多いですよね。無視されてしまった。はい。全くもってどういうノリで写真を作ってるのかわかんない。でも、I do makeup for Jordan so many times, so I didn't think about anything. Just put eyeshadow. I didn't think about anything. Just I want to do something. For Scorpio. I didn't think about anything today. 左目のなんか端っこがちょっと開いてますから、ね。ここですか？ここですか？あ、いや、ここですか？はい、そこですから。これも何の意味があるのかなっていう。意味を今から探していくんです。僕はもうずっとこう、ずっとこう旅に出てると思ってください。僕はこれから皆さん、僕の YouTube 見て僕が旅に出てると思ってください。どういう意味か分からへんけど、けど考えたらダメなんです、こういう系は。考えたらメイクの旅に出てるんですね。スイッチ入りますもんね、ケントさんが筆を握ると。すでにそれっぽくなってきましたね。サソリっぽい。Looks like very Scorpio now。青を使うのがケントさんっぽいですね。普通赤と紫の色。Really? So the order to add color is basically from lighter to deeper. Okay. So I need make base. Okay. How many layers do you usually do? Usually do two.So from light blue to deep blue in this time. Yeah, because if I'm going to do layer too much, it's going to be different color. Okay. So I'm going to start to draw on Scorpio. Is it okay? Mm-hmm. すごい。もしかして書くんですか、ケントさん、今日は。サソリを。そうですね。ほんま嫌なんですけど、すごい。ほんまめちゃくちゃ嫌なんですけど。今日書くしかないの。アイライナーで描いてるんですか。そうですよ。今日は昨日の撮影でもやったんですけど、We're gonna use eyeliner to draw Scorpio。
アイライナーで描くのとジェルライナーで描くのではどういう違いがあるんですか？こっちの方が繊細な仕事できるんですけど、はい、ジェルライナーの方がパッキリ色が出るから僕はそっちの方が好きなんです。で、今回スコーピオを何て言うかな、そのこういう影で作ってみたいなと思って、こういうジェルライナーで外の枠をこう作ってあげて、スコーピオとしては、ね、しっかり影で落とす、アイシャドウとして落としたいから、わかる？眉毛の上に描いて、なんかザ絵を描くっていうかはシャドウとこの何て言うの、融合ですか？そう、融合させて、このハサミとね、融合させてできたらな。で、昨日も前の動画でも言ったけど、なんか描くときってビビったらもうダメな、絶対にビビらないでとりあえず行く、やるなら行く、描いた後にあの修正を考えるっていう風にしないと、あのした方が、あの後々やりやすいんです、何でも。あ、それそうなるんですね。どうなる、どうなると思ってました？いや、もうあの一回とあのハサミがサソリだと思う。そうなんですよ、実は。なるほど、光をつけて立体的にしていくんですね。うん、かわいいね。I'm gonna draw Scorpio face。 じゃあメイクアップが終わったんで、ここからヘアをやっていきます。今日もね、 I'm gonna do hair。 ヘアもやるんですか、ケンさん？ Yeah, I'm gonna try to do hair。 Actually, I did hair in Japan。 So, let's see。 And we done hair。今日はヘアもやっちゃいました。で、服も着替え終わっていい感じに今から撮影していきたいと思います。どうでしょうか、今日のヘアは。なんかちょっと結構頑張ってます。お一人で OK。 Then we done のテールと尻尾とサソリのメイクといい感じになったと思います。 OK、 じゃあ今から撮影していきたいと思います。 OK、 じゃあ Are you guys ready? Yeah, yeah. Let's photogenic。Hi, thank you very much for watching! So today I did a Scorpio makeup。 で、今日はね、Scorpio makeup をしました。でね、今回はちょっとエレメンツって言って、その属性が水なんですよ。で、彼女もカニ座やったかな。で、属性が一緒やったから、ブルーとサソリのちょっと毒々しさっていうのを赤いアイシャドウと混ぜた感じのベースを作って、その上にサソリの絵を描きました。でも絵もその硬すぎるサソリの絵ではなくて、ちょっとまあちょっとメイクの影をイメージして体を作って、そういうハサミの部分とかをしっかり描いたって感じです。はい。 So what do you think like today's makeup? I love it. I love the scorpion makeup. I love the scorpion hair. I like the incorporation of blues for the water signs also.この動画良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。で、もし質問とかあったらもうどんどんコメントください。答えれることはどん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 答えていきたいと思うのでよろしくお願いします。If you like this video, be sure to like, comment, and subscribe. です。パーフェクト。Thank you. Bye.